特、俳優である。ジョン・カサベテスの表記もある。両親はギリシャ移民。高校在学中に演技に興味を抱き、卒業後アメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツに入り、1954年に映画俳優としてデビューする。1956年にドン・シー・ゲル監督の映画、暴力の季節に出演し、ハリウッドの注目を集める。 その頃に知人と演劇のワークショップを開設し、そこでの即興演技の実験的延長として、監督少女作、アメリカの影を制作する。俳優としては、ハリウッドにおいて、数多くの名作に出演しており、ローズマリーの赤ちゃん、アスヨサラバ等で印象的な演技を残している。特攻大作戦では、アカデミー助演団優勝にノミネートされた。これらの俳優業の多くは、 映画制作の資金を稼ぐためのものであったとも言われる。1968年に、帝当に入れた自宅を舞台に、インディペンデント映画、フェイシズを制作した。現場における即興演出を胸とし、スタッフは無償奉仕、自らも稼いだ資金は全て撮影に継ぎ込んだ。この作品は、ベネツア国際映画祭で、主演のジョン・マーレーに、男優賞をもたらし、 第41回アカデミー賞では自身がノミネートされた脚本賞を含む3部門ノミネートを果たしインディペンデント映画というジャンルの確立に成功。1974年には妻のジーナ・ローランズと親友のピーター・ホークを夫婦役として主演に迎え壊れゆく女を監督。第47回アカデミー賞では監督賞。 主演女優賞の2部門に夫婦揃ってノミネートされ、その手腕を改めて発揮する形となった。その翌年にはオープニングナイトが第25回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品され、つまり銀熊賞をもたらした。1980年のグロリアは商業作としても成功し、ベネツィア国際映画祭では金獅賞を受賞した。 4年後の1984年には、ラブストリームスを発表し、ベルリン国際映画祭、キンクマ賞、国際批評家連盟賞を受賞した。監督作では、妻のジーナ・ローランズをはじめ、ピーター・ホーク、ベン・ギャザラ、シーモア・カッセルといった、個性派の俳優たちが、それぞれのキャリアにおける重要な演技を残している。講師にわたる仲間だった、ピーター・ホーク主演のテレビシリーズ、ケージ。 コロンボにも黒のエチュードの犯人役で出演している。1989年にロサンゼルスの病院にて59歳で死去した。死因は観光編。妻はアメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで出会い、1954年に結婚した女優のジーナ・ローランズ。自身の監督作品に数多く出演しており、カサベテスが主演したテレビシリーズ。 ジョニー・スタッカーとでも共演している。ローランズとの間に3人の子供を設けている。息子のニック・カサベテスは、父と同様に、俳優兼監督で、父の残した脚本を映画化した、シーズ・ソー・ラブリーの監督を務めた。映画監督として、ブロークン・イングリッシュでデビューしたゾエ・カサベテスは次女。長女のアレクサンドラ・カサベテスも、俳優、監督として活動している。アミール・ナデリは、 ジョンカサベテスを20世紀で最も重要な映画作家だとしている。ありがとうございます。